り楽しく日本百名山。日本百名山、伊吹山。皆さん、こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回は、滋賀県と岐阜県の県境、伊吹山地にある、伊吹山にやってきました。標高は1377メートル。伊吹山スカイラインを使えば、比較的、簡単に山頂にたどり着ける山なんだが、0合目からならば、標高差は1100メートル余り。岩もゴロゴロしているし、5合目以降は日を遮るものがないので、季節によっては、非常にタフで、暑い登山になると思われるぜ。昔から現代まで、何度も歴史の表舞台に出てくる山です。役人一首から、松尾芭蕉、多くの人々に歌われてきました。今では、新幹線に乗って、京都、もしくは名古屋から、うたた寝をしている間に通過、してしまいますけどね。関ヶ原の古戦場が、よく見える山だぜ。登山道としては、5合目からスキー場でいうところの、上級者向けコースが増えてきて、急な登りになる。8合目のベンチの先から山頂までは、つづら折れではあるが、さらに急な登山道になっているんだぜ。山頂あたりは昔は海の中だったんだぜ。へえ、今は、こんなに高い山なのにねえ。昔は海だった、すなわち石灰岩が多くあり、登山道上も岩がゴロゴロしている。ということは、運が良ければ、水晶が見つかるかも、しれませんよ。山頂からは、登山道上から、ずっと見えていた、鈴鹿山地以外にも、琵琶湖から白山方面、北と中央アルプス方面、御嶽山や恵那山などを見ることができますよ。また、山頂は大きく広がる大地になっていて、木が生えていないので、天気が良く空気が、澄んでさえいれば、遠くまで見ることが、できるでしょう。機会があったら、あなた自身で確かめてくれよな。安全第一で頼むぜ。ゆっくり楽しく日本百名山、伊吹山。本編は下記のリンクからになります。ゆっくり見ていってね。